白石、誕生日おめでとう。ん？この声は金ちゃん。どっから言うてるん？うん、あの階段の上やね。おう、手振っとるばい。と思ったら飛び降りたで。いがるやな。なあなあ、びっくりしたやろ。サプライズやんな。サプライズ、つまり、ああ、誕生日のサプライズっちゅうことやな。白石はん、驚いとったで。ほんなら大成功や。誕生日はサプライズやって財前が言うてて。ああ。その財前にサプライズの意味を聞いたら、驚かすことだと言われた、というコツか。そうよな。八号手は折れへんな。ありがとう。金ちゃんお気に。せや。ほらこれ、銀からもらったカード。逆光で撮っとるやん。チハンの輪郭が光ってめっちゃ神々しいっすわ。なんや？あ、それ白石のバースデーカードやん。なんで今見とんねん。どうやった？互いのカードをちゃんと見てへんちゅうから、みんなに見せたろう思てな。みんなが1枚ずつ送ったんやったな。それぞれの写真付きで。あ、財前ちゃんの写真、芸能人の潜在写真みたいや。ああ、先輩たちがそういう風に撮れって言うから、その通りにしただけなんで。たく、爆笑間違いなしのバースデーカードなんてどんなもんかと思っとったけど。開いたらみんながキリッとこっち見とんの、結構じわじわくるやろ。それをぜひ商品化。うん、金ちゃん微妙にこっち見てへんな。スマホのどこ見たらええかわからんのやろな。それも含めて全部ええ思い出や。みんなほんまお気に。やり、お、うまそうなもんこんなにいっぱい用意してくれたんだな。誕生日最高だろい。おかわりが欲しかったら冷蔵庫にもまだあるからよ。遠慮なく言うんだぞ。しかし、今それを言ってしまうとすぐに全部なくなってしまいそうだが。おい、俺を何だと思ってんだよ。まあもちろん全部食うけど。いや、結局食うんすか。でも頑張って用意した甲斐がありますね。やはり丸井くんに喜んでもらうならば美味しいものが一番かと思いまして。でしょうね。サンキュー。さーて、何から食べよっかな。ブンダ。ああ、やっぱちょっとだけ待ってくれ。せっかくだから食べる前にみんなで写真撮ろうぜ。青春だ。そうだな。確かに集合写真は料理が残っている状態で撮った方が見栄えが良さそうだな。いいですね。ではスマホカメラのタイマーをセットしますね。誰かいないのかな。撮ってもらえばいいのに。おめでとうございます。そんじゃ丸井先輩、改めて誕生日おめでとうございます。しくよろ。おお、この1年もまたしくよろ。誕生日ってなんで1日で終わっちまうんだろうな。それは誕生した日だからね。まったく、急に何を言い出すかと思えば当然のことだろう。だろい。けどさ、プレゼントもらってうまいもんを思う存分食わせてもらう、そんな日がもっとあったっていいだろい。クリスマスとかはどうかな。そうかな。みんなにお祝いしてもらえる日は年に一日だからこそいいんじゃない。そっか。雪村くんは大人だな。
確かにレア感って意味ではそうだけどさ。ほれ。じゃあ試しに今日はおまんの誕生日ってことにしてやるぜよ。おめでとう。なんかそれはそれで違うっつうか、嬉しくねえよな。プピーナ。だったらお祝いはまた1年後に乞うご期待かな。たわけが。まったく、たわけたことを言ってないで早く気分を切り替えんか。ああ。もちろんそのつもりだぜ。こないだみんなに祝ってもらったおかげで元気満タンって感じだしな。さて、そんじゃ今日も張り切ってこーっと。あれ、梨畑なのに梨一つもなってねえし。果樹園に行くって言うからフルーツだらけだと思ってたんだけどな。やれやれ、今は開花の時期だぞ。梨の旬は夏から秋にかけてだ。はあ。今日はそのフルーツを実らせるための手伝いを兼ねたトレーニングに来たんでしょ。うん。俺たち中学生の半数が果樹園、もう半数が隣接された牧場に分かれてのトレーニングだな。そんなトレーニングやってんだ。ああ。資材や苗運び、畑の耕運、力仕事や重労働による体力強化の一環だ。ほう。それにしても梨はなっとらんばって、花は綺麗ばい。嬉しけ。梨の枝が棚に這うようにつくらえとるけん、目の前に花畑が広がっとるよばい。素敵なこと言うね、千歳は。なるほど。君の背丈だとまさに目の前でしょうね。花は食べられないし、がっかり。先日まで向こうのビニールハウスでイチゴ狩りをやっていたようだが。じゃあ、お、イチゴか。まだ残ってるかな。まったく。遊びに来たんじゃないんですよ。食べる話はやることをやってからにしてください。気持ちはわからないでもない。しかし、水木は水木で気合が入ってるように見えるぞ。そうやね。今朝は大変早起きしとったわい。物音で目が覚めたけ。トレーニング先が果樹園と聞いて浮き足立っていたな。やっぱフルーツ期待してたんじゃん。ちょっと勝手にあれこれや憶測しないでくださいよ。そうですね。少し祖父の畑を思い出して懐かしく思っていただけです。そうか。ああ、実家にさくらんぼ畑があるんだったか。お、マジでさくらんぼ食べ放題だろい。羨ましい。はあ、君たちは食べることばかりですね。出荷するためのさくらんぼですよ。まあ多少は身内でもいただきますけどね。ねえねえ、もしかして水木ってじいちゃんか。今の話の流れでどうしてそうなるんですか。いや、今の話の流れでそうなるんじゃないの。おっと。ああ、コーチが呼んでいるぞ。トレーニングが始まるようだ。ふむ。さて、まずは何が待ち受けているのやら。この広い梨畑で草むしりがや。いいや、梨畑じゃないさ、隣のリンゴ畑やブドウ畑もやるってよ。めっちゃ広範囲でやるじゃん。まだリンゴもブドウも実ってないやんに。同じこと言ってるやついる。そうそう、今日はさ、その梨とかリンゴとかをちゃんと実らせるための手伝いなんだぜ。お、成長してる次郎ちゃんが短時間で。あの、それさっき僕が言ったんですよね。あれ、そうだっけ。どうぞ。皆さんの分の軍手を
もらってきました。どうぞ。さすがカバジ。ありがとう。ありがとうカバちゃん。さあ始めますよ。居残りしたくなければキビキビと手を動かしてください。え、居残り。ああ、時間内に一定の範囲の作業が終わらなかったら居残りってコーチが言ってた場合よ。よし。自分たちは梨畑の底の木の列から向こうのビニールハウスまでが範囲です。げ、広すぎだろ。よろしいですか。除草の範囲は木の周辺のみです。開けた部分は機械が入るそうですから。ああ、木を傷つけないよう木に近い部分だけ手作業らしいさ。なるほど。なるほどな。もしや今初めて聞いたような反応ですが、説明を何も聞いていなかったんですか。免除行って帰ってきたら説明ほとんど終わってたばよ。おい、でタネシはどうしたば。さっきからため息ばっかさ。あいや、フルーツどこにもなくてがっかりしたみたいだね。はあ、さっき同じことを言ってる人がいましたね。いましたね。ん、その芥川くんはどこへ行ったんです。次郎ちゃん。そこの木の後ろで寝ていたので起こしてきました。ありがとう。おはよう。始まる前からなんで寝てるんですか。作業前の一休みだし風が気持ちいいからさ。カバちゃん、また俺が寝そうになったら起こしてね。うし。お、ついでにワンも頼んどこうかや。うし。優しいかまじ。まったく。まず寝そうにならないでくださいよ。まったく。やべ、腰と足がやべえ。はあ、上層作業は立ったりかがんだりの繰り返しやしな。軟弱なやつらだ。まだ1時間も経ってないぞ。なんて言ってるけど、さっき日吉が立った時フラッとしたの見ちゃった。笑うな笑うな、気にするんだから。それは単にバランスを崩しただけで。足に来てる証拠だし、そういうこと言わないの。だがしかし、ペースはそう悪くはないぞ。やれやれ、そろそろ飲むルマは終わりそうやけん、次の作業まで少しは休めそうばい。もう今もすげえきついのに、後で居残りとか絶対無理。うん、やる前は助走なんて楽勝などと言っていなかったか。ああ聞こえないっす。でどうしたの。なになに。え、怖え。びっくりした。今軍手に蜂が止まってて刺されるとこだった。え、スズメバチとかだったら激コアだけど。え、蜂いるんすか。刺されたらやばいじゃないっすか。虫除けスプレーつけてきてないっすよ。え、蜂って虫除けスプレー効くの。蚊とかだけじゃないの。ああ、きっとミツバチやけん、こっちから手は出さんかったら大丈夫ばい。なんだミツバチかよ、かわいいじゃん。ああ、むやみに人を刺すようなことはない。それに果樹園に蜂はつきものだ。そうだな。虫による受粉が果樹を実らせる助けになるんだからな。やれやれ、大げさに驚きすぎなんですよ。でもさ、急に蜂が手に止まったら誰だって驚くに決まってんじゃん。別に俺なら冷静に対処しますね。おお、なんだよ、さっきからかったの根に持ってるだろ。何ですか。何ですかって。どっこいしょっと。え、ああ、上層終わった場合、ああ腰が痛か。
どっこいしょって、じじ、いや、じじくさ、言うてもうた。ちょっとはっきり言うなよ、そんな笑うなって。何笑ってんだよ、日吉。みんな笑ってる。芥川さんだって笑ってるじゃないですか。さてと、次の作業は何やろね。千歳癒し系だわ。ゴミ処理場が遠すぎませんか。しかし、果樹園も牧場も広大だが、ゴミ処理場が牧場側にしかないとはな。本来は車両で運ぶ距離やけんね。往復で1キロほどあるらしいわい。1キロ雑草ってあんな重かったんだね。持って走るのしんどかったし、まあ体力つくだろうな。ふう、量がたまれば重くもなるさ。行くぞ。この後何往復かする必要がある。のんびりしてはいられないぞ。ん？おや、この花びらはどうしたの？なんか見つけた？ん？あれ？どこ行くと？はっ！見て見て、桜が満開だ。桜んぼですよ、こんな道端に。おお、綺麗。ふん。桜なんて珍しくもないさ。いや、これは水木の言うように食用の桜んぼの木のようだ。あれ、桜んぼって桜の木になるんじゃねえの？ならねえだろ。ふむ。桜は桜だが、ソメイヨシノなどに食用のサクランボはならないな。ならないよね。ほう。見ても違いがようわからんばって。水木はようわかったな。そうですね。ま、サクランボの木なら子供の頃から見慣れていますから。美しい。今がちょうど見頃のようです。綺麗ですね。おい、花見してたら日が暮れちまうんど。そうですね。さあみんな、さっさと戻りますよ。最初に寄り道したのは水木じゃなか。でもさ、ゴミ運ぶたびにあの桜、さくらんぼが見れるのはちょっといいね。そうだな。違いない。他のみんなにも教えてやるとしよう。ゴミ処理場との往復が少し楽しみになってきました。あ、なんか素敵だね。おかえり。はい、これ。え？紐と熊で。さてと、予想の次は枝集めさ。集めて束ねて捨てるの繰り返しさ。こっちの方がきつい気するけどな。またゴミ処理場との往復だね。まあ、それはもう覚悟の上だけどよ。なるほど。そこら中に枝の山があるとは思ったけど、あれのことかや。ええ、剪定枝ですね。果実に栄養が行き渡るよう、冬の間にいらない枝を落とすんだそうですよ。あ、来ていたの。片付けがまた大変そうで、大変で、毎年そのためだけにバイトを雇うほどだそうです。いや、大変だな。枝がデージ扱いづらくてよ、ワン、こういうの苦手さ。不器用そうだもんね、カイ君って。ある程度集めてあるなら、あとはただ束ねればいいだけやし。それが難しいの。いや、それが難しいばよ。やってみたらいいさ。簡単そうに見えて意外と難しいみたいなことあるからね。でもなんかリンちゃんはできそうだわ。いや、ちゃんと軍手つけれ。引っかき傷だらけになるからよ。ん？お？で、かっけえ、リンちゃん。平子場くん。
何を休んでいるんですか。し、少しくらいいいやし、さっきから束ねて束ねて束ねてるんだからよ。お疲れ。手際がいいからつい任せてしまったさ。これ全部やったの後ろのやつ。はあ、そのままじゃまとまらないから、さらに小枝を落としてまとめて紐で結んで、ちま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 ほらな、束ねるだけが難しいんだ。たく、いやが偉そうに言うなよ。じゃあもうリアカーいっぱいだな。ゴミ捨てはワンが行ってくるさ。任せたぞケイ君。カイ君、こっちのリアカーをお願いします。じゃ、ワンさっき行って戻ってきたばっかりばよ。ふん。枝を束ねる束ねるのは役に立た。苦手なようですから、ゴミ捨てくらい行きなさいよ。ん？今役に立たないって言ったわ。言ったね。じゃあ割ったわ、残りの枝を束ねちまうか。はいで。了解さ。次の作業も待ってるからね。おーい、アトベだ。おーい、アトベ。てめえら。なんだ、お前らもゴミ捨てはここなのか。あ、牧場側なんだ。ん？果樹園からだとそこそこ距離があるのではないか。そうなんだ。ああ、しかしこれもトレーニングのうちだからな。やれやれ。今日は一体何キロ移動したやら。もう何往復したか数えとらんばい。せやな。移動距離なら牧場側も似たようなもんやで。敷地が広大やからな。その通りだ。今は家畜の掃除、資材の運び込みなどをしているところだ。ああ、畜舎って牛や豚、豚とかね。いいな動物。俺もモフモフ触れ合いて。モフモフしてるがな。いや、動物はいないぞ。いないの？え？放牧されて畜舎は空だからな。せやな。せやからずっと牧場におる割に一度も動物を見てへんで。めっちゃおもんないやんそれ。ほう。そうなんか。そっちは動物の世話とかしとっとかと思っとった場合。しかし果樹園側も今日は一切フルーツを目にしていないからな。はあ、だよね。フルーツもりもりだと思ってたのにさ。でもトレーニングに来たんだから、なってたとしても取れないよね。うん。どちらも似たようなものか。おい、赤谷はちゃんとやっているのか。サボったりはしてないだろうな。ああ、安心しろ。お前の目がない代わりに他校の2年生たちの存在が効いているようだ。お互いに負けられないと思うんだろう。多少の文句は言いつつ頑張ってるぞ。金ちゃんも頑張っとった。頑張っとったい。馬かフルーツば実らせるってな。え、なんか楽しんでそうだよね金ちゃんは。トレーニングついでに社会科見学にもなっとるようや。アトベ、俺もすげえ頑張ってるよ。作業中は全然眠くならないし、まあ、やる前は寝てたけどね。いいんじゃねえの。そうか、いいぞその調子だ。いや、それは最低限というか当たり前なのでは。ジロちゃんの場合当たり前じゃないんで。へへへへ。昼食後。へへ。いい眺めだな。風も気持ちいいし、すげえなここ。ここで昼寝したらいい夢見れそうだよね。見れそう。ジローは寝ることばっかだな。そうだな。しかし昼食で腹が満たされた上にこの環境では無理もない。さすがじゃな。お、向こうで視点放置の一年が走り回っとる。元気じゃの金ちゃんか。
まるで遠足にでも来たようですね。あれ？でもさ、なんで果樹園にこんな菜の花畑があるんだろう。ああ、観光用じゃね？写真映えするし。それもあるかもしれませんが、おそらくは肥料用ではないですかね。ふむ。植物をそのまま肥料として使う。緑肥だろうな。緑肥？合ってる？ええ。その通り。みんな昼食後の休憩は十分に取れたようですね。黒部。では。では。これからこの菜の花を枯れるだけ買ってもらいます。嘘、この菜のめちゃめちゃ広。え、こんな綺麗なのにもったいないよね。まったく。先ほど話していたでしょ、この菜の花はもともと肥料にするためのもので。その前に一回写真撮ろう、みんなで。うん。牧場側にも同様な菜の花はありますが、そちらの一部は動物の飼料になるそうですよ。動物って菜の花食うんだ。うん。なんだか社会科見学の気分になってきたぜよ。ああ。さっき牧場側のメンバーともそんな話をしていたところだ。そうですね。菜の花を枯れるだけ刈ると言っても相当な広さですが。さて。全部とは言いませんが、もちろん刈り尽くしてもらっても結構。では始め。よし行くぜ。誰よりもいっぱい買ってやるもんね。なんだと。くそ、負けねえからな。楽しそう。おお、競艇の二人が真っ先に行ったぜよ。元気じゃの、元気じゃのって言ってる場合じゃないんだよ、ニオ。はあ、一言じゃないでしょ。私たちも行きますよ。参ったな。しかしこれは除草や枝集めとは比較にならないほど厳しい戦いになりそうだ。菜の花を汚しとして使用するためには、まずは裁断してすりつぶす必要があるそうだ。興味深い。葉や茎の繊維を砕いたりして土の中で分解されやすくするんだな。へえ。ただ買っただけじゃ使えんわけやね。うん。なんでそんなことまで知ってるんすか。いや、もちろん検索して調べたんだ。さすがに元から知っていたわけではないよ。そうだな。菜の花畑で昼食を取ると聞いて午後の作業の傾向を予測していたんだ。さすが。本来は機械であっという間に刈り取るんでしょうけどね。腰と足がやべえ。ああ、あり始めたからまだ10分かそこらだぞ。だって朝の草むしりで立ったり座ったりしてんのが響いてんだよ。え、きついよな。そうだ。わからんでもなか、ずっとゆるいスクワットをしとるようなもんばい。そう言われると余計足腰に来るような気がします。おい、疲れているところ悪いが少しペースを上げないか。このままでは終わらないぞ。よし。疲れでこそのトレーニングだ。望むところさ。そうっすね。うへえ。みんな頑張れ。お前も頑張れ、赤や。うぃーす。決して弱音を吐きたいわけではないのですが、これはきつか。言うな。言葉にすればするほど気力を持っていかれるぞ。へえ。んなこと言ってことは柳先輩も相当来てんじゃないすか。いや、だって枯れるだけ枯れってカバで買ってんでしょ。いや、大変だぜ。てめえ、だからそういうこと言うなって言ってんだろ。
まだ1時間も経っていないはずだが、正直言ってひどく消耗している。背が高がぶ低い場所での作業がよりこたえるのかもしれんね。そうだよな、ずっとかがんねんだもんな、腰にくるわな。同意だ。菜の花って食えるらしいけど、うまいんすかね。生で食っても絶対おいしくないよ。とか生で食っていいのかも謎だけど。なんか菜の花っておひたしとかなんじゃないの。はさっき昼飯食ったばっかりだろ。いや今食うとは言ってねえだろ。ふむ、菜の花にも食用が種類がある。これは食用には適さないと思うぞ。ぎマジっすか、かじってみなくてよかった。かじろうとしてたの。たく、やっぱり食うつもりだったんじゃねえか。ふぅ、しゃがみっぱなしで疲れた。普通は立ちっぱなしでっていうところやけどね。しかし結局菜の花畑の半分も刈り終わらなかったな。そりゃ無理だぜ。どげんね、機械でも半日はかかるって言っとったけん、ようやった方じゃなか。うんじゃっ、りんちゃん、ちょ、花粉持ったままジャンプしたらこぼれるじゃん。せやけど届かへんねん。もう二人の背では無理みたいですね。あ、怒っちゃった。おお。それは受粉作業か。はい。次は立ちっぱなしになります。へえ。その手にしてるでっかい耳かきみたいので、鼻に花粉ばつけて回るんやね。やっと果樹園っぽい作業だし。今までも果樹園らしい作業ではあったんだがな。花粉が入った容器に受粉用の道具ばちょんちょんとつけて、これを花にちょんちょんとつける。 Yes。 それをこの畑全部やります。やれやれ、今度は上を向きっぱなしの作業ということか。ふぅ、これはこれで中腰になるけ、きつか。ふむ。目さんで、梨棚の高さ185センチといったところだな。ぐぬぬ、俺つま先なら届くかも。鼻に押し付けたらダメです。優しくやってください。諸君、こちらに手の空いてる人はいませんか。さて、ビニールハウス内でイチゴを積んでもらいたいのですが、絶対みんなこっちやりたいじゃん。マジ？イチゴ？やった、フルーツあるじゃん。ええやん。イチゴ積みやって、ワイ餃子積むで。へえ。早く行ってほしかったっす。ふむ。みんなは行ってるぞ。君も一緒に行ったらどうだ。やくよ。作業するなら、どっちに行ってもいいと思うばい。わかりました。では僕もイチゴに行ってきます。嬉しそう。行ってらっしゃい一年。走って行ってしまったわい。見た目は大人びているが、やはり一年生なんだな。よし、俺一年生じゃねえけど、イチゴ摘み行ってくんね。なんか微笑ましい光景だわ。腹減ったんだ。腹減ったな。食べたいさ。なじが今すぎ鼻から身になってどっさり落ちてこないがや。おいおい、それさっきから何度目だわ。もう聞き飽きたんだ。ケイ君には昼の弁当一つじゃ足りなかったみたいだね。足りないでしょ。もの当たり前だばよ。みんなと同じ量でワンが満足するわけないやんに。その事情こっちっていうか、
牧場側の人知らないからな。たく、言えばっていうことじゃないさ。おーい、いちごすげえいっぱい買ってきた。このいちご狩りの情報、日が中には入ってないんだね。いちご？はい。ビニールハウスの中のいちごを刈り尽くしてきました。そうですね。いちご狩りはとっくに終わったと聞いていましたが、まだそこそこ残っていましたね。ん？で、買ったいちごはどこにあるわ？え？果樹園のスタッフに渡しましたが、何か？いちご狩りに来てるんじゃないんだよ、みんな。食べれるわけじゃないんだよ。まあ。そりゃそうさ。果樹園のいちごは果樹園のものなんだ。当たり前のこと言ってる。今日のいちごはほとんどジャムにするんだって。あ、牧場のレストランで出すそうですよ。パンケーキやワッフルにどっさりかけたり。あ、そのレストラン行きたいね、みんなでね。ねえねえ、ステーキソースにしたりもするんだって。どんな味がすんだろうね。うーん、俺はやっぱり甘い方がいいな。シンプルにこんがりトーストに塗っても絶対美味しいですよね。そんなん言ったらケイ君がどんどんまたお腹空いてきちゃう。あ、二人ともその辺にしてあげてほしいさ。うーん、今の谷氏には拷問だばよ。こちらの作業もそろそろ終わりでしょ。だから呼びに来たんですよ。さあ、作業が終わった後は果樹園と牧場のご厚意で軽食タイムがあるそうです。軽食だって。いっぱい食べれるかな。はい。美味しいフルーツや乳製品をご馳走してくれるらしいですよ。よかったね。そうそう、さっき買ったイチゴもちょびっとは食べられるらしいし。おいしょ、それを先に言ってほしいんだ。よかったね、ケイ君。よかったね、ケイ君。そうだな。それじゃ作業のラストスパートと行くさ。素晴らしい！いちごめちゃくちゃ美味しい。へえ。さっき取ったばっかりってやつだな。どれどれ。そういえば牧場でも乳搾り体験ができたんですよ。あ、動物いないって言ってたのに。マジマジ。じゃあそこの牛乳、その時の搾りたて。いや、搾りたては残念ながら殺菌しないと基本的には飲めないらしいんです。そりゃそうだな。でも最後の最後にやっと動物に触れ合えたぜ。ずっと何か運んだり掃除したりでよ。ああ、果樹園側も似たようなものだ。フルーツに触れる機会はほぼなかったな。立ったり座ったりの作業ばっかで足がパンパンなんだ。いや、なんか腕もパンパンになってる気がするさ。ふむ。ゴミ処理場まで重いゴミを持って何度も走らされたせいだろう。そういうことか。今日は下半身の強化が中心かと思っていたが、結果的に全身の強化につながっていたようだ。ジロ君。お、ジロ君いいもん持ってんじゃん。はっ、マルイ君。マルイ君。はい、イチゴすっげー甘いよ。嬉しいんだね、ブンタに会えて。可愛いな、ジロちゃん。お、マジで甘いな。うんうん、これでケーキ作ったら最高のショートケーキになりそうだぜ。作ってよ、ブンタ。ん？ただでさえ甘いイチゴなのにわざわざ甘いケーキにするかのかや。甘いのを重ねるからいいんだろい。だよね。こっちに練乳もあるよ。はあ、今日のジロはなんつうか覚醒してんな。あの、果樹園でもあんな感じだったんですか？ふむ。ずっと見ていたわけではないが、作業中に居眠りする姿は見なかったぞ。その分いっぱい寝るんだろうな。そうだな。騒いでる姿はよく見たんだ。蜂がとか桜がとかな。あ、なんて言ってるとこ悪いけど、ジロ君今すげえ眠そうだぞ。
そんなことない。腹いっぱいになったからじゃないか。そうだな、単純に疲れもあるだろうな。いちご、なし、さくらんぼ、羊、牛、すげえいっぱい。何の夢見てるんだよ。果樹園と牧場のだろうな。幸せだし。びっくりした。気づいたら合宿所にいたから瞬間移動したのかと思っちゃったぜ。やれやれ、帰りのバスのこと全く覚えていないようだな。まったく。そうは言いますが、自分で歩いてバスに乗っていたじゃないですか。あ、運ばれたわけじゃないんだ。ほとんど無意識やったんやろうね。そうだな、バスでずっと寝てたし、そのまま氷堤のやつに担がれて降りたからさ。なあ、うちの次郎が果樹園側で迷惑かけたやろうか。おかん。いや、よくやっていたと思うぞ。あれ、ちょっと俺が何かやらかす前提みてえな言い方じゃね。次郎出たやろ。もう寝てないし、氷堤のやつらみんなそれ聞くんだもんな。まあまあ、バスであれだけ寝とったとが答えばい。そうだな、一応ほとんど寝なかったからこそバスで爆睡したんだろう。だよね。ほら、フォローしてもろとるやん。はい、何にせよ早く風呂に入って明日に備えましょう。やっべえ、毎日あれだけトレーニングしてんのにもものあたりが筋肉痛さ。今日の作業で普段使わん筋肉を使ったからやろうね。ええ、寝入りにケアしておかないと明日に響きます。さっきの夢が思い出せねえ。あれどこだったのかな。でも果樹園と牧場だよ。いい風吹いてて草とかのいい匂いしていい昼寝場所見つけたと思ったんだけど。夢の中でも寝ているのか。まあね、今夜もよく眠れそうだからいい夢見れそう。今の今まで寝とった後によう眠れるばい。風呂で寝ないでくださいよ。寝ないし、多分。たく、断言しないば。へへ。ごちそうさん。昼飯食って生き返ったっす。うん、入原くんは練習からずっとお腹が空いていたと言っていましたしね。さて、午後はトレーニングルームに集合だったな。そうだね。その前に軽く午前練習での課題の復習をしておきたいのだけど。うん。おい、なんだ、昼食の後にすぐあくびなどしてだらしがないぞ。おや、昨日夜更かしでもしたのかい。いや。いや、消灯時間にはベッドにおったぜよ。そうじゃの。ただなかなか寝つけなくての。ああ、仁王くんは遅くまで起きていることが多いようですからね。やれやれ、寝つきが悪いと寝覚めもすっきりせん。そのせいかどうにも寝足りないというか。消灯時間も決して早いわけではないと思うが。そうじゃな、真田にとってはな。まったく、規則に合わせた生活は体がなかなか慣れんき。へえ。俺なんかはベッドに入ったらすぐっすけどね。俺もすぐだわ。へへ。なんなら今からここで寝られるっすよ。今の匂いにとっては羨ましい特技だね。ねえ、とにかく睡眠が十分でないなら
練習に支障を来すかもしれない。ニオ君、午後の練習の開始時間まではまだ余裕がありますし、今のうちに髪を取ってはどうでしょう。ええの。そうじゃな、そうさせてもらうぜよ。おう、風が気持ちいいの。この辺りなら静かで昼寝にも弱さそうじゃな。あの木の影から見えるのは誰かの足か。足？誰か木の上で寝てるんだ。龍馬もいた。ほう、先客がおったようじゃな。いい昼寝場所かと思ったが、別の場所を探すとするかな。あ、木の上で寝て、違う、そこがそこのベンチってこと。あ、ジローのやつ見つけた。越前もここで寝てやがったのか。うん、なんじゃお前ら、二人を探してたんか。はい、この後協定のメンバーでミーティングがあるので。そうっすね。こっちも似たようなもんっす。越前、おい、起きろ越前。ほう、なんすか。カイドウ先輩、まだ午後練までは時間あるっすよ。いや、その午後のトレーニングメニューのことで話があるから早めに集合するようにって江塚部長からことづかったんだよ。おい、ジローも起きろって。うわ、これは手強そう。おいおい、こっちは起きる気配がないの。その自分が背負って連れて行きます。たく、しょうがねえやつだな。みんなで試そうって話したモーニングルーティーンも二度寝してやんなかったし、あ、やってなかったし。モーニングルーティーン。ん？ああ、睡眠習慣の改善でいい効果をもたらすってやつ、この前テレビで見たんだよ。はい、始めたばかりですが寝つきも良くなったり、目覚めがすっきりして練習にもいい効果が出ているかと思います。それを教えてあげて。へえ。おい、お前も試したらどうだ。朝弱いんだろう。いや、あー、俺は遠慮しとくっす。じゃあ午後練の準備してきます。逃げたぜよ。逃げたの。そろそろ俺ももう行くっす。それじゃあ。な、俺たちも行こうぜ。早く行かねえとミーティングに遅れちまう。うっす。うっす。やれやれ、すっかり目が冴えたき、今から昼寝はできそうにないぜよ。しかしモーニングルーティンか、後で詳しそうなやつにでも聞いてみるかの。協定のメンバーに聞いたらいいんじゃないの。さて、ということが昼間あってのどうかの。おまんなら知っとると思うが、どうじゃ。ああ、もちろん知識としてはある。そうだな。モーニングルーティーンというのは、簡単に言うと起床後からやるべきことをあらかじめ決めておき、毎日実践することという。一般的には生活習慣の改善により生活リズムを整えたり、質のいい睡眠が取れることで頭がすっきりするなどの効果があるそうだ。うん、そういえばテレビで朝活として特集が組まれたりしてるのを見ましたね。いかがでしょう。今のニオくんにはちょうどいいんじゃないですか。え、なんで、なんでって。はあ、最近寝つきが悪くての、おかげで寝覚めも悪いんじゃ。なるほど、そういうことか。急に柳に相談してるから、てっきり健康意識に目覚めたのかと思ったぜ。健康意識は別として、嫌だよな、すっきりしないのは気分も良くないき、目覚めを
良くする方法があるのなら試してみようと思っただけじゃ。うん。私も興味が出たのですが、具体的にどのようなことをすればいいのでしょうか。何すればいい？いや、特に難しいことをする必要はないと思うぞ。何すればいい？でも、ふむ。人によっては朝起きてすぐにカーテンを開けて日光を取り入れることだったり、ベッドメイクをすることをルーティンにしているそうだ。でも日光を浴びるのはいいって言うよね。うん。そんな簡単なことでいいのかよ。構わない。あまり複雑な行動にすると習慣化するのも難しいだろうからな。言われてみれば確かに。おお。まずは習慣化させることが大切というわけですよね。むずいよな。でもルーティーンってずっと同じことできない。ああ、うんうん。せっかくだし俺たちもやってみるか。なんで文太の声流れたんだろう。だな。協定のやつらもやってるなら部屋に戻った時に話してみるか。ん？ニューヨーク？いや、なんでもないぜよ。ちょっと悪い顔してない？モーニングルーティーン、朝活のことは分かったが簡単すぎて拍子抜けじゃ。本当にそんな単純なことで効果があるんかの。うーん、まさか変な時間に目覚めたぜよ。だいぶ朝早す、朝なのかな。何時ぐらいだろう。朝練まではまだだいぶ時間があるし、このまま二度寝して。はあ、うん、やれやれ。起きて着替えたはいいが、眠いもんは眠いの。あ、カバジー。よう。おはようさん。お、おはようございます。すみません。もしや自分のせいで起こしてしまったのでしょうか。違うぜよ。いや、たまたま早く目が覚めただけぜよ。そのまま二度寝しようかとは思ったんだが、昨日の朝活の話を思い出してな。でもずっと続けなきゃいけないんだよ。そうじゃの。試しに日光を浴びてみようと思ってこうしてぼーっとしとったわけじゃ。よかったです。そうでしたか。そんじゃ日光も十分に浴びたし、顔も洗って散歩でもしてくるぜよ。散歩はいいんじゃない。でもこの時間は起きてるやつも少ないき、静かなもんじゃ。朝独特の空気と言うんかの、これも悪くないぜ。いいよね、なんか朝独特の空気って。あんま吸うことないけど。ん？いいようではないか。まあそうだよね。まあトレーニングしてる人たちもいるよね。おはようございます。ああ、おはようさん。そっちは高校生たちとランニングかの。先輩たちに誘ってもらって。おっと、この時間に君と会うのは珍しいな。おう、今日は寝坊をしてないのだな。まったく、だからそんなにしとらんぜよ。まあ、今日は朝活のお試し初日じゃ。あ、朝活？もしかして昨日話してたモーニングルーティーンのことっすか。うん、朝活については俺もテレビで見たことがある。うん、何事も試してみるのはいいことだと思うぜ。無理。さて、もう十分走りましたし、ランニングはこれで終わりにしましょうか。おう、このまま軽く打ち合いと行こうや。どうする、お前たちも一緒にどうだ。ありがとうございます。ぜひご一緒させてください。そうじゃな、せっかくのお誘いじゃき参加させてもらうぜよ。珍しいな。そら、おら、よし、そこまで。
今から10分ほどの休憩時間を取る。以上だ。各自水分補給をするように。以上。ニューヨーク、今日は調子が良さそうですね。そうじゃな。まあ悪くはないぜよ。ああ。いつもより集中できたからの。そうだな。やっぱりそうだよな。俺も相手をしていて分かったぜ。早速朝活の効果が出たのでしょうか。一日目だけどね。なんだ、お前も始めたのかよ。朝活とは何でしょう。朝活ってのは面白いです。面白いです。そんな効果があるんですね。僕もやってみたいです。だな。朝すっきりするし頭も冴えるからおすすめだぜ。はい。簡単なことから始めてみるといいと思います。その自分もアイロンがけや簡単な部屋の掃除をしていますし。めっちゃいいこと。まあ俺は起きてから常温の水を飲むようにしてるぜ。あ、みんな体にいいことしてんじゃん。へへ、健康にいいんだってさ。ふん。皆さんいろんなことをしてるんですね。しかしまさか早速朝活を試すとは思っていませんでした。そうですね。説明を聞いてる時のニオ君は半信半疑な様子でしたから。たまたま目が早く覚めただけじゃき、明日もできるとは限らんぜよ。いや、そこは頑張れよ。とはいえ今朝の真田たちとの打ち合いで思いついた戦略を試したり、事前に練習での課題が整理できてたかもしれん。俺も朝活の効果ならしばらく試してみるとするかな。数日後。続いてる？よう。におう、朝活を始めたんだってね。源一郎がよく一緒になると話してたぞ。そうじゃな。早起きして時間に余裕ができる日、朝練前に体を軽く動かしておこうと思っての。なあ、最近はカバチと一緒に日光を浴びることから一日が始まるぜよ。二人で日光浴びてんだ、横並びになって。うっす。それはなんとも平和な朝じゃねえの。あ、平和な朝だね。しかし朝活についてはこの前の質問を受けてはいたが、まさかここまで乗り気になるとは思わなかった。どうする。お前が興味があるのなら朝活に関連した資料で参考になるものがあるか調べよう。ああ。気持ちはありがたいがの。すまんの。今は乗り気だとしてもいつ飽きてやめるかもわからんぜよ。構わない。それはそれでそういうデータが取れると思えば悪くはないな。おっと、転んでもただでは大きいというわけか。ああ、アトベたちも試しているんだっけ。ああ、やってることはバラバラだが、それぞれ効果は実感してるようだぜ。いいんじゃねえの。各自に提出させてる練習報告を見ても、以前よりも実感の効率化が可能になったことで、練習内容に対する所感がより具体的になってる。自分は練習の中での自分の課題が見つけやすくなったように思います。いいね。俺も試してみようかな。におうが早起きできなかったら起こしに行こうか。怖っ。あ、怖っとか言ってごめん。どうしよう、笑顔で優しく起こしてくれるんだったらいいけど。その始めたばかりの時は起こすよう頼まれることもありましたが、最近はニオさんも慣れてきたようで、自分が声をかける前に起きていることが多いかと。あ、そうなんだ。そういう二人で日光浴びてんだ。ふむ。さて、では俺は図書館で脳の活性化を促す食事などがないか調べてくるか。どうだ、
みんなすっかりお前に感化されているようだぜ。いいよいいよ。ああ、読書中にすまない。少し話があるんだが、今時間をもらってもいいかな。あの、ちらっと表紙見えたんすけど、それ朝活についての本っすか？ああ、朝活を始める前と後での違いを分かりやすくまとめたデータが載ってる本を勧められての。これで話っていうのは何じゃ？そうだ、まさにその朝活についてだよ。みんなでやるストレッチを考えたから、仁王もどうかと思ってね。ああ、カイドウからランニング以外で朝食に適している運動について相談を受けたから考えてみたんだ。そうっすね。起床後のすぐの激しい運動は体に悪いとかで、ストレッチなら寝てる間の体のコリをほぐすのにいいらしいっす。そうだな。筋肉を伸ばすことで交感神経の働きを活性化させるし、代謝が上がることで体が気持ちよく目覚めることができるだろう。ええの。なるほど、そういうことなら俺も参加させてもらうぜよ。それにしてもずいぶん朝活の話が広まっとるの。うん、協定のメンバーを中心に効果があるという噂が広まっているらしいからね。なあ、さっきから黙っとるが、おまんも朝活に参加するんか？別に。俺は興味なかったんですけど、クラウザがやりたいって言い出したら金太郎も乗り気になっちゃって。まあ、二人に毎朝起こされるくらいなら自分で起きた方がすっきりしそうだと思っただけっす。そりゃそうだわな、金ちゃん朝から元気そうだもんな。賢明な判断じゃない。ねえ、あれ、みんなで集まって何の話してんの？朝活の話っす。ああ、夕食の時に乾が話してたやつか。朝にみんなでストレッチするんだよな。それなら、あの場にいなかった手塚たちには俺の方から話しておいたぞ。さすが副部長。うんうん、あと同じ部屋のシシドたちも朝活してるって言ってたから話しといたよ。みんなでやるんだ、いいじゃんいいじゃん。この後言いに行こうと思っていたから手間が省けたよ。おちび、おちびも参加するんだよね。一人で起きれる？かわいい。なんなら起こしに行ってやるぞ。なんすか？大丈夫っす。ていうか、なんでそんな確認してくるんすか？ちょっと、子供扱いしないでほしいっす。まったく、越前は寝坊で遅刻した前科があるからな。そう、むくれているとますます子供扱いされるぜよ。げっ、にゃ、危うきは大変だろうけど頑張ろうね、おちび。す、ウィス。ねえ、みえ、けど水飲むと頭がすっきりしてくるな。おはよう。お前ももう起きてたのか。そういや、てか水飲むの続けてんの偉いじゃん。まあまあな。よし、俺も洗面所行って顔を洗いに。ああ、先にジローを起こさねえと。ったく、昨日の夜は早起きするって張り切ってたのにな。難しいだろうね、ジローちゃんには。そのうちジロ君を起こすのも俺らのモーニングルーティーンになってたりして。もうなってるようなもんだけどな。なってるね。おいジロー、起きろよ。なんだよカイドウ、せっかく早起きしたのにやってることはバンダナの整理かよ。いや、俺もモーニングルーティーンの一環だ。まあ、それに
俺からしたらこのぐらいの時間に起きるのは早起きのうちに入らねえ。まあお前いつも早いもんな。つうか、それにしても早起きってのもたまには気持ちがいいもんだぜ。いやいや、目覚まし3つの爆音で一緒に起こされた方の身になってほしいわ。迷惑。おい、それでも桐原は起きてなかっただろう。最終的に俺たちに起こされてたんだから。たく、お前あの大音量の中でよく寝られたな。うっせえ。まず起きたことを褒めろよな。起きたことを褒めろよな。だいたい大前だって俺が起きた時には寝ぼけてたじゃねえか。はあ、朝からの爆音に頭がついてけえへんかっただけや。やれやれ、明日は目覚ましが鳴る前に起きろよ。まったく、最近は朝活で早めに起きてるやつが多いとはいえ、毎朝だと苦情が来そうだ。へいへい、ちゅ、わかったっつーの。よし、準備も終わったし、さっさとトレーニングルームに行くぞ。8、9、10。よし、これでストレッチは一通り終えたかの。二葉の動きがキビキビして見えたぜ。なあ、前に寝覚めが悪いって話してたけど、最近は大丈夫か。ああ問題ないぜよ。最近は時間になると自然と目が覚めることも増えてきたき。そうか、ならよかったぜ。そういや、それにしてもたけ、おいエッセ、まだ寝ぼけてんのか。ほらシャッキッとしろって。ちょっと、モモ先輩重いっす。そんな体重かけられたら潰れるって。ひらめいた、柔軟人で柔軟運動。朝から絶好調だぜ。たく、何が絶好調だ。朝からダジャレ言いやがって。このダビデが、このダビデがっていうツッコミもよくわからんような、今思うと。バネさん、タンナ。やれやれ、犬たちはなかなかの数の連中に声をかけたようじゃな。まったく、朝からこんなに集まって暇な奴らじゃ。え、朝活にし積極的なお前が言うのかよ。プリン、まあいいか、あとは集中力を上げるために瞑想だけやって締めようぜ。ほら、そっちのやつらもな。おう、わかった。絶対寝るやつ出てくるって。ええ、こんなもんすかね。いいんじゃねえか、あれで朝練もバッチリ集中できそうだ。ああ、そろそろ移動した方がいいな。そうじゃな。ん、ほら寝てる。ん、 SN のやつさっきから微動だにしないぜ。おお、なかなかの集中力じゃな。おーい SN、 ふっ、やっぱり寝てるのかよ。なあ、最近の中学生たち、なんか動きが良くなったと思わね。そうだね、鬼たちから聞いたんだけど、朝活を試してるみたいだよ。徳川くんも朝練前に打ち合いを頼まれることが増えたって。へえ、なるほどな。そうかそうか、道理で最近のちびすけは早寝早起きなわけだ。どうかな、僕たちも朝は弱い方だし、中学生たちを見習って朝活してみるのもいいかもね。お、いい影響を与えている。そうだな、ま、気が向いたらってことで。ん、もうこんな時間か、そろそろ寝る用意をするぜよ。ういっす。おいおい、眠そうだな。寝るなら風呂入ってからにしろよ。すみません、皆さん少し待ってください。なんじゃ。カバジ、ティーセットなんて持ってきて。ん、そういえば
みんなでテレビを見てる途中からいなくなってたよな。うし、温かいお茶を用意していました。カバジー、どうぞ。カモミールティーです。さすがだぜカバジー。そういや、せっかく用意してくれたカバジーには悪いが、お茶は眠れなくなると聞いたことがあるき。はい。一般的な紅茶はそうなのですが、これはカモミールティーには催眠作用を促す成分が含まれています。そのそれとリラックス効果もあるので、寝る少し前に飲むのがいいそうです。カモミールティーってそんな効果があるのか。うん、あったかくて美味しい。気が利くっすね。カモミールティーは体に優しいですし、睡眠の質が良くなれば早起きするのにもいいと思いましたので。気遣いの塊だが、おまんはもう十分に早起き。そうか、カバジは自分じゃなくて周りのために用意したんじゃな。ありがとうさ。そういうことなら俺ももらうぜよ。これを飲んだらよく眠れそうじゃ。そら、そんじゃ次はこっちでどうじゃ。頑張りんしゃい。調子がいいき、どんどん行くぜよ。やろうぜ。お、なら次は俺の相手になってくれよ。でしたら自分もお願いします。ええぜよ、まとめた相手になる日、コートに入りんしゃい。入りなさいって言いそうになった。乾いた喉にドリンクが染みるぜ。そうっすね、わかるっす。なんか体が軽くて、いつも以上に走り回ってるからかも。はい、朝活が広まってからはそういう人が増えたと思います。あの、そういえば気になってたんすけど。なんじゃ。どうしたんじゃ。なんで仁王さんってなんで熱心に朝活続けてるんすか。そうっすね、確かに目覚めが悪いって言ったのも改善されつつあるんすよね。だな、朝弱そうだし、こんなに続いてるのが意外っつうか。そうじゃの、目覚めが良くなるよう始めた朝活も最初は気まぐれだった。効果があるならやってみるかくらいのな。だがいざ始めてみたら、治療を探してくれたり、一緒にやると協力的だったり、サポートをしてくれたりと至れり尽くせりじゃ。そうじゃな、最終的にはそれぞれ自分のためとはいえ、俺が世話を焼かれたのも事実。たまには期待に応えるのも悪くないと思ったぜよ。うん、ニオ、お前そんな風に考えて。意外と義理がたいところもあるんすね。まあ俺もカイドウ先輩と同じ意見っす。さてなんて言ったらお前らはどんな反応をするかと思ったんじゃが。やれやれ、予想通りでつまらんの。マジか、もしかして今までの反応はペテンだったのかよ。騙されたってことっすね。さあ、あーってどうじゃろうな。ほれ、さてもう十分休んだき、そろそろ練習を再開しようかの。うし、はあ、うし、よう。おはようさん、やけに人が少ない気がするが。そういえばついこの前までは朝活の影響でみんな早起きしてたっすけど、最近は減ってきた気がするっす。その今日が休日なのも理由かもしれません。そうじゃな、言われてみればそうだったの。おはようっす。
おお、龍馬がいる。まったく、二人とも半分目が閉じとるぜよ。いや、休みなのにお前らが早いんだって。ふぅ、俺朝飯食べたら部屋戻って二度寝したいっす。おう、いいやんじゃの。よし、俺も部屋に戻ったら二度寝するかの。ええ朝活で規則正しい生活リズムが身についたんじゃないですか。おっと、それはそれ、これはこれじゃ自分の寝たい時に寝るのが寝入りが良くて目覚めも良くなると思わんか。はあ、なんというか、たく、自由気ままだなお前。ふん、仁王さんらしいと思います。ふん、そんじゃおまんらいい休日を。